痛いんだけど。そうですよね。見てこれ超美味しそうじゃない。これはね、ピーナッツバター、パンの上にピーナッツバターとバナナが乗ってて、これはヘンプシードで、メープルシロップがちょっとかかってんだけどさ、すっげえうまいの。ハワイさ、コロナに対してすごいなんていうのかな、慎重だから、政府さんたちも何か決めるのね、すごい時間かけてるし、慎重なんだよね。なんだけど、私たちほら引っ越してきたばっかりだから、すごく庭とかにもいるし、まあ、家の中にもいる、ほらうるさいじゃん、子供もいるから。だからさっていうのもあるんだけど、もうさ近所さんの目線をすごい感じるわけで、普通にさ仁王立ちで、その家、そのあっちの敷地内から仁王立ちでうちをじーっと見てる人とか結構いるわけよすっげえ視線感じる。でうちの旦那なんてさ、なんか、あ、こんちはプールがあるぞ家の裏にとか言ってて、どうやってわかんのみたいな感じじゃん。したらあっちがもうそうやって見てるから俺も見てるんだよとか言って、 They see us, I see them とか言ってて、俺も見てるからとか言ってるわけだから、仁王立ちで見てくる人をこうやって仁王立ちで見返してるらしいんだけど彼はね。で、あ、こんちはプールがあるとか言って、なんかプールの業者が来てるから家の裏にプールがあるとかさ、なんか言ってんのあいつ超ウケるんだけど。なんだけど、すごいね、近所さんの視線を感じるとともに、なんかハワイはほら、こうさ引っ越してきてもすぐこう移動する人が多いから、そのもうハワイのさ、なんていうのかな、住んで長い人とか多分あんま信用しないはずよ、新しく入ってくる人に対して。こうなんていうの、ちょっと時間をかけて様子を見をするんだと思うから、こう彼らのね信用を得れるために、なんだろう、まあ今はさ普通に隔離生活してるけど、それが終わったら挨拶に行くまではないけどさ、まあ愛想よくね、まあ、今までもそうしてきたけど、どこの州にいても。なんか昨日デリバリー来て家の前をさこう戸を開けて荷物を入れてたら、近所さんが目の前を車で通ってたわけで、こうやって Welcome って言ってくれて、あ、こうなんだみたいなそうだよね、こうなんだよねみたいな、はーいじゃないんだよね、こうなんだよ。こんにちは。今日の夜ご飯はですね、この間って何？2日前ですけれども、ミートソースのパスタを作ったわけなんですよ。これね、これ、トマトソースとビーフのひき肉と、なんかまあオーソドックスなね、玉ねぎとガーリックとなんか人参をこう刻んだやつを炒めてみたいなのを作るだけで、これはまあ家族みんなで食べれるじゃない、赤ちゃんも食べれるし、で、まあ子供たちはこれでねいいんだよ好きだし、
で、私はちょっとね、サラダを作ると思うわけ。あの、私と旦那さん用にね。OK? 手元にあるので作るから、これはコストコでデリバリーしていただいた、ほうれん草です。ね。で、これをだな。こういう容器しか今ないから。ほうれん草ベースのサラダです。そんでだな。ここに、これもコストコで買ったただのリンゴですけども、リンゴサラダに乗せるの好きな方。私好きです。ベリー系乗せるの好きです。でバルサミコ酢で食べる、うまいよね。なのでこのリンゴをですね、普段はいつも見せてるみたいにお酢で洗ってるけど、あの大きいボウルがないから、もうこのまま洗ったお水でちょっと念入りに洗って、皮付きで、はい、おいで。これにね、ブルーベリーとかいちごとか、いちごあるかもせよ、あとあれチーズのせるとうまい。フェタチーズとかブルーチーズとか、そう、ナッツがあればナッツものせるけど、今ないからあれのせる、あのチェシーだったっけ、あのヘンプハートのせる。傷んでるからこういう顔してる、うん、傷んでんじゃん。まあいいけどっていうか、このヘンプハートはですね、書いてあるようにプロテインとあとオメガ3と6がたくさん入っております。普段意識しなきゃいけない、てかこっちの方が全然アングル的にいいじゃんね。こっちの方がアングル的に全然いいじゃん。もう下からじゃなくてさ、こうやってできたじゃん。下からだとここがこうなるんだよね。なんだっけ、普段意識をして取らなきゃいけない栄養素たちとかはこういうもので、こうただかけてさ補うような感じでやると簡単だしいいよね。あと子供とかにも摂取させられるから。あとはなんかこうグリルチキンとかでもいいし、蒸したチキンとかでもいいけど、そういう風にプロテイン入れてもいいと思うけど、これで完成ですよ。落ちた落ちたよ。塩コショウして、私はバルサミコ酢で食べるのが好き。うちの旦那は多分あれをかけると思う、あのセサミドレッシングあったからさ、コストコに。 OK いちごに塩コショウ、サラダだもん。ほんとこれにチーズがあったらいいんだけどね、ないよ、うちの冷蔵庫に。今とりあえず手に入るのがこれしかなかったから、私はこれをかけますね。はいよ、完成です。ソファーが届いたよ、イエーイ。組み立てる式だね、もちろんね。おいでおいで、カモンカモンベビー、あ、気をつけてね、おいで。すごい重いから外で開けちゃいました。お、何見つけた、なんだそれ、なんだそれ、
食べない、食べない、食べる、はい。カウチが届いて、イエーイ、1週間目にしてやっと届きました。イエーフー、ウェフー。ソファーは2個買って、そのうちの1個が届いた。両方ともターゲットから買った。Right here? No. No, it's right here, honey. Come on. Right there. Huh? Right there, right there, right there, guys. Oh, I see. Look. Oh, that's nice. 来たよ、来たよ、来たよ。My wife went crazy shopping. So much stuff. Thank you. Here. Here.旦那誕生日プレゼント。わー。Oh, nice. Candy. Safety lock. Candy. For you. Ah, いいじゃん。The hat doesn't match with the thing, but. Oh yeah, looks nice. Oh, nice. You're like Scott. I knew it. I knew it.I think that this one
本当だな。今撮ってたのはこの家に引っ越してきた時に持ち行ったやつで、アメリカはですねシャワーカーテンが結構普通、こういう感じのシャワーだとシャワーカーテンが必要になってきますんで、でね、この私が買ったやつはこう両方とも引っ掛けられるやつなのね。で、大体なんかカーテンを2枚こうつけるんだけど、この透明のやつを内側にして濡れても大丈夫なやつ、ウォータープルーフので、外側はまあ自分の好きなデザインのやつでっていう感じで2つつけます。 OK、 そしたらまずこの子をこう引っ掛けていってだな。まあ1個だけ内側にかけるやつだけでもいいんだけど、こういう感じでつけたじゃん。したらじゃあまず内側からつけていくよ。で、引っ越すお家によってこのさ、これがついてたりついてなかったりってやつなんだけど、これ多分20年とかそんぐらい古いやつなのね。だから新しいの買おうかなと思ったんだけど、まあ、元々ついてるし壊れなさそうだしいいやと思ってこれを使います。けど多分引っ越し先に例えばついていたりとかついてなかったりとかあるといろいろあると思うんだけど、大体ついてるところが多いけどね、前の人が置いてくるパターンが多くて。OK、できた。ちょっと下の方が余ってるからこの高さを調節しないとだけど、とりあえず OK。なんかね、このバスタブの形がなんかよくわかんないけど、水がものすごくこう流れてくるような作りになってて、多分すごい古いから、この家ものすごい古いから多分30年前とかに建てられた家だからさ、私と同い年ぐらいなんだよ。で、結構子供たちが上手にやらないと水が何こうこぼれちゃうっていうの、だからちょっとこう水をいっぱい吸い取れるバスマットが売ってたんだ、アマゾンで。これをこの下に敷き、ちょっとでかかったか、子供たちのバスルームだからね、子供たちとあとまあ何ゲスト用っていうの、そうだからこれ敷くじゃん、こういう感じで。ってことないですね。で、このグリーンに合うラグを買ったので、そのラグが来たらパーフェクトね。で、たくさんここに緑の葉っぱとか置いてですね、で、こう差し色でゴールドなんかを入れたりとかしたらすごい可愛くなると思うので、はい、これはあれですね、プロジェクトですね。またものすごい時間かけていろいろ調べて買ったものたちだから、なんかなんていうの、なんかわかりますか、オンラインでこれの長さで大丈夫かなとかさ、この色とこれね一緒の場所にあってなんかこう合うかなとか、なんかそういうの全部頭で想像しながら試行錯誤して買ったものだから、ちょっと会ってもらわないと悲しくって辛いんだけど、とりあえずシャワーカーテンはこんな感じになりましたよ。古いでしょ、すごい古いんだよ。 OK、 このシャワーカーテンは前住んでたお家から持ってきたもの、すごい私が気に入ってる柄だからこっちでも使おうと思って。これはちなみにね、
ターゲットで買ったの。これは今度あれだね。これは今度あれだね。高さ低くしないとだね。おはようございます。これからね、朝ごはんを食べるんですけど、私だけ。子供の椅子とテーブルしか届いてないから、これで食べるの。皆さん、今日でこの、隔離生活2週間が終了するんです。なんですけどもね、あのね、昨日、ハワイの、知事じゃないね、市長がアナウンスしたんだけど、最近ここ数日でまたすごいコロナの、ポジティブな人がすごい増えたんだよね。例えばビーチに行って、ビーチの砂浜あるじゃない、そこに座ってたらダメとか、あと公園に行って遊んじゃダメとか、まあなんかいろいろまたそれで厳しい、なんだろう、シャットダウンになるわけですよ。で、もともとさ、ハワイは、すごいみんなね、今までこう見てきた州の中でもハワイはすごい、なんだろう、みんな一人一人すごい気をつけてる気がするし、なんかさ、外見てさ、ずっとまあ2週間外見てたんだけど、いろんな人が散歩してるんだけどね、ランニングして散歩してるんだけど、やっぱりランニングしててもマスクしてるし、散歩しててもマスクしてるし、私たちがバージニア行った時はさ、散歩しててマスクしてる人は結構いなかったかな。まあ、いたけどもちろん、こう割合的に言うとあんまりいなくって、まあ、外で散歩するだけですれ違うだけだから、すれ違う時は結構みんなこういう感じですれ違ってたりとかして、そんな感じだったの。でもハワイは、ランニングしててもマスクしてるみたいな、結構みんな気をつけてる感じだし、やっぱり空港に着いた時も、飛行機から出たらもう絶対こっち行ってくださいってさ、もう各こうこの各何も本当に10メートルおきぐらいにそのミリタリーの人たちが立ってて誘導してくれて、もうどこも行くのこっちに行ってくれみたいな感じで、なんていうのかな、まあ、すごい徹底してたわけですよ。その広がったのは、そのさ、ちょっとこうシャットダウンになったじゃん、一番初めに。でそれからオープンになり始めて、ビジネスとかオープンして、で人とかもさ、みんなビーチ行き始めたりとか、公園行き始めたりとか、それでバースデーパーティーやったりとか、お葬式があったりとか、チャーチに行ったりとか、まあ、そういうのでまたちょっとこう人数が増えてった感じならしいの。だからまあね、どうにか食い止めたいから、それでこれからまた厳しいシャットダウンになっていくみたいなんだけど、タイミングよくですよ、そのうちらは今日で
2週間 その自粛生活、隔離生活が終わるんだけど、今日、2週間前の今日ハワイに着いたんだけど、着いた時間帯がまあ夕方の3時半とか4時とかそんぐらいだったんですよね。だからそのぐらいまで、まあ家にいようと思ってるんだけど、別にビーチに行っていいらしいんだ。なんかね、すっごい複雑なわけ、ルールが。なんかビーチに行けるんだけど、海の中に入ってなきゃダメみたいな。水に浸かっててたら OK なんだって。なんだけど、その車からビーチまでの間、その砂浜とかあるじゃん、そこにシートを敷いてお尻をついて座ってたらアウトなんだって。なんか意味わかんないでしょ。だからその車が降りたらダッシュで海に入るんであれば OK らしい。だからサーファーさんとかは多分 OK なんだよね。簡単だよね、そういうのはね。だけど子連れにするとさ、やっぱりさ、走って走ってみたいな、開けて店で疲れなさいみたいな感じなわけじゃんか。いよね、それは子連れはちょっと大変よ。子供たちは理解しないしさ、その微妙なルールを多分。だからまあそんな感じらしいんだけど、まあ、もちろん散歩とかには行けるから、まあとりあえずその今日何夕方4時ぐらいになったら子供たちを、ちょっと散歩に連れて行ってって、このもう自分がさ住んでいる家の周りとかも全然よくわかんないからその時間が来たら歩いて、まあ、車、歩いて行ける距離なんだよ。だからそれで海まで行って海見て、で今日はやろうと思います。なんだけどさ、あれなんだよね、もうさ、そのオーダーしたものとか毎日届いてたけど、でもやっぱりこれが必要じゃん、あれが必要じゃんみたいなのあるじゃない。でさ、今週になって今からオーダーしても結局金曜日に自粛生活が終わるから買いに行けるから、オーダーとりあえずまあ大きいものとかだけにして、こういう小さいもの、例えばさ今すごい必要なものはプラスのスクリュードライバーとか必要なわけ。プラスのドライバーあるじゃない、あれとかすごい必要なわけ。あれがないきゃ立てられないものが何個かあったりとかして、それとかもそうだし、あと私の髪の毛のコンディショナーとか欲しいし、なんかね必要なものいっぱいあるわけよ。だから私はとりあえずもうそれを全部リストに出してるから、それをそうだね買いに行かなきゃっていうのがまあ1だよね、まず。あとね、うちの旦那が、バージニアから送った車がもう1週間前ぐらいに届いてるので、迎えに行かなきゃいけなくって、そうそれをねとりあえず今日は、迎えに行く予定なんだけど、それがね車さえあればさ結構どこでも行けるよね、今何もないから。でそうそのね車を迎えに行かなきゃいけないんだけど、まあ、ウーバーもしくはもうバス停がすぐそこにあるからバスで行こうかなとか言ってんだけどさ、そう車も取りに行かなきゃいけないし、子供たちは外に出さなきゃいけないし、あと買い物にも行かなきゃいけなくって、結構今日はやることがいっぱいあるっていう日ですね。この2週間は別になんとかなったわけ。この2週間なんとかなったので、あ、やっと2週間終わるっていう気持ちだったんだ昨日。だけどさ、よく考えてみたら、このさ隔離生活は終わるんだけど、でもコロナはなくなるわけじゃないじゃない。それなんだよね。だからさ、結局子供をさこの新しいね土地に引っ越してきたはいいものを連れ回してあげられないし、こういろんなアクティビティとかいろんなとこ連れて行きたいけど、まあ、それがちょっとできない状況じゃない今。それがちょっと歯がゆいよね。まあ、でもほら幸いにもそうやって海にさこう散歩に行ったりとかもできるし、他何があるかね。たとえさ私たちがバージニアにいた時と比べて、まあ、やることは多少ねあるかもしれないけど幅が広がって、もうバージニアにいた時はまずアパートに住んでたから、しかも4階のさ一番上の角部屋に住んでたわけよね。だからさ、ちょっと子供が外に出たいって言っても、はい、じゃあ靴履いて下に行って、で出て、でそのさ
アパートの周りも結構何もないから、まあ散歩くらいはできたけど、車に乗って公園に行くとかそういう感じだったわけだけど、ほらここはさ、まあ一軒家だから庭もあるから庭でポッて出れるし、散歩も結構なんていうの、しがいがある。そういった意味でね、自分たちがいたところと環境は全然ね違って、いい意味でいいんだけど、あれだよ、やっぱあれだよね、やっぱりそのやっぱさ、コロナがさいますんでさ、気をつけないと。だからね、今私がこれから飲むのはまず朝作ったこれはラテだね、ラテです。コーヒーマシンとても使っております。毎日エスプレッソマシンを毎日使っております。で、あとオーバーナイツオートミール、オーバーナイツオートミールですね、アーモンドミルクとかチアシードとかメープルシロップとか入ってんの。 OK。 で、これはキャメロンじゃない、エディソンがすごい好き。朝さ、もう子供って朝起きて、お腹すいたって感じじゃん。で、はいはいはい、じゃあパンケーキ作るから待ってね、はいはいはいって言ったっても全然待ってくんないわけ。で、その間すごいさ、まだ今作ってるから黙ってなさい、まだお腹すいた。だからね、オーバーナイツオートはいいね。だってさ、朝起きてさ入ってあげれるわけじゃない、冷蔵庫かけて。でもちょっと冷たすぎるから 30秒ぐらいレンジに入れてちょっと混ぜて、私はね、あれよ、いつもねオーバーナイツオートってさやるとさ、朝さもう結構固まった状態じゃん。で、あのテクスチャーが好きな人はいいと思うんだけど、私あれあんま好きじゃなくて、なんかなんていうのかな、なんか超硬いゴツゴツしたプリン食べてみたいな感じで、あんまり硬いプリンよ、硬い、なんかあんま好きじゃないから、ちょっとこうさ、こう分かる、こういう感じのテクスチャーが好きなわけ私はどうでもいいよね。だからね、ミルクをちょっと足すのはさ、朝ごはんもそうだけどさ、スナックとして食べれるからいいよね。Look at this one。やばい、これ超綺麗、この子。この子超綺麗、やばい。見える？あ、動いてるね。すごい超緑じゃん。すごい超可愛いね。あれを初めて見たね。毎朝いろんな発見があるハワイでございます。隔離生活中は毎朝家の周りを散歩しまして、マンゴーが落ちてるかっていうのをチェックします。結構な確率で落ちてるんだけど、今日は見つからなかったね。でも結構朝だけじゃなくって、朝落ちてるのはその何、夜中に落ちたやつとか、夜中の風とかで落ちたやつとかだけど、全然朝に限らず日中落ちてくることもある。自粛生活を終えて、今初めて家を出ました。家の敷地内を出ました。どうやって車これ かけんの？ボタンねえやん。は？おう。
Okay. So, ちょっと短く説明するね。あのね、今日、自粛生活が終わる日だったじゃない?うちの旦那がね、午後になって車を取りに行ったわけですよ。あの、バージニアにいた時から、ちょっとこれ取ろうね。うちの旦那がね、車を取りに行ったわけよ。ピックアップしに行ったわけ。バージニアから送った車が、もう一週間前に届いてたから。それをさ、迎えに行ったわけよね。で、したらさ、ちょっと待って。ピックアップして、で、そのさ、ピックアップしたところから、ピックアップした時は、タクシー、家からタクシーに乗って、その車のとこ行ってさ、ピックアップして、で、全部いろいろ終わらせて、それでさ、運転して帰ってきたじゃない?そしたらさ、その、帰ってくる途中に、車が、止まっちゃったわけ。お道で。止まっちゃったわけ。帰り道に、まあ、それ、止まっちゃったわけ。で、それで、トートラックを呼んで、通してもらってさ、で、その、フォークスワゴンだから車が、フォークスワゴンのとこ連れてって、で、見てもらってる間に、まあ、なんだろう、もう、まあ、どっちみちもう一個車買わないといけないから、まあ、ずっと見てるんだけど、決められなくってね。で、それで、その、フォークスワゴンに行って、うちの旦那が、まあ、その、どうしようかな、車買おうかなとか言ってる間に、まあ、いろいろ様子を見てもらってて、何が原因なのか、なんで止まっちゃったのかみたいなのを見てもらってて、まあ、今でも見てもらってるんだけど、なんか、その、見てもらってる間に、今度もうエンジンもつかないとか言われちゃって、でだからさ、本当であれば車をピックアップして車でね、うちの旦那が帰ってきて家に、でそこからオッケー、じゃあもう家には1台車があるからっていう状況だったわけだけど、今うちの旦那とりあえずそこからレンタカーで家に帰ってきたっていう感じなのね。で、まあとりあえず今でもそのさ、車のあれを見てもらってるんだけど、私はこれからもう本当にさ、買わなきゃいけないものがたくさんありすぎちゃうから、ちょっととりあえずターゲットかウォルマートと思ってたんだけど、私がこれから行こうかなと思ってるエリアには結構そのターゲットとか、ホールフーズとかもあるから、水とかも買わなきゃいけないし、だからそっちの方に行こうと思います。うん、でこれから運転していくの。 OK? だからちょっとドキドキしてるんだけど、なんかもうなんか何今日って感じ。そうだから、まあ安全運転で行きますよ。だから新しい道路だから、ちょっと GPS 使うから取らないけどね、あの車をって運転してしながら喋ってる時の方がスラスラ喋れるわけ。着いた。まずターゲットに着いたんだけど、やばかった。本当にちょっとなんかね、すごい自然がものすごいし、海もすごかったし、波もすごかった。波もすごい高かった。私が見たところ、あとホームレスの人もいっぱいいたし、なんか金持ちなところも通ったしさ、まあいいや、これからターゲット行ってくる。Alrighty. Let's go.